道具屋本社修理センターの山岸です。今日は簡単な枯れ葉機の点検をやっていきたいと思います。じゃあまず皆さんもよくご存知の点火プラグですね。火花が出てるかどうかというところからです。まあ、この機械はね、新しいんでラグとかもそう悪くはなってないんで、まあ、これは点火プラグですね。でまず火花が試験する場合には燃焼室に混合器が入っているとまずいので、ちょっとこうウエスで蓋しておいてもらって、でまず正解使っておいてもらって、中の混合器を出してもらいます。で、ここで、見えるかな、ここで。ここの部分ですね。電極で火花が出ているか。これを確認します。火花が出ていたら、まあ、一応よしとします。で締めてもらうときはとにかく手で締めてください。最初からこうレンチで締めると斜めになってしまうとシリンダーの方が壊れてしまいますので、締めてもらって最後を少しレンチで締めてもらいます。でしっかりキャップを入れてもらって、で皮をつけると、これまず火花はよしと。次今度は空気の取り入れ口、エアフィルター。これもまあ機械によっては色々とあるんですが、だいたい左側に ついとると思います。開けてもらって、これがエアフィルターですね。でどうしてもナイロンコードを使うと特にここにゴミが溜まってくるので、きれいに掃除してもらう。あとはまあ中性洗剤で洗ってもらって、しっかりと乾燥させるということですね。でスポンジとかが破れてきとると、もう変えないとエンジンの方が入っていくんで、とにかくきれいなようにフィルターをつけてください。入れてもらって、で空気の取り入れ口ですね。次今度は燃料ですね。でまず燃料を入れてもらうときは、とにかくさっとキャップ開けるんじゃなしに、ちょっとこうウエスで拭いていただいて、頭足のゴミを取り除くと、それから開けてください。でまあ簡単なこういう針金ですね、針金をこう曲げた、これで燃料フィルターを出してもらって、これが燃料フィルターですね。でまあ綺麗な場合は白いんですけど、この中の部分が黒くなってきとると、多分もうフィルターは詰まっとると、そういうことで交換してもらった方が良いと思います。でまあ、たまには燃料を開けてもらって、中のゴミも出してもらうというふうなことをしていただければ、燃料フィルターも汚れにくいし、キャブレターへもゴミが入ってくるということで良いかと思います。であとはよくあるのが、まあ1週間ぐらいして先週良かったで、今週全然かからへんわという場合もあるんで、その場合にはここですね、マフラーの排気ポートですね、ここにこうよく泥鉢が巣を作ったりするんですね。で丸い排気ポートのは結構泥鉢が作りやすいんで、まあ引っ張ってみてあんまり音が静かやなという場合には、ここをちょっとこうドライバーで続いてもらったら、大体音は出るようになるかと思います。はい、であとはまあエンジンとしては、あとはこう圧縮ですね。よくあるのが
かかりにくいとか、ちょっと使っていたら止まってしまうとか、ついかからんとかいう場合、こうちょっとこう持っていただいて、こうエンジンが止まってる状態ですね。こうこうやった時にこう止まったんですね。でちょっと落ちて、でまた止まってると、こういうふうな状態でなく、圧縮弱いとこう戻ってもスコンスコンスコンと折っていくと、そういうふうな場合にはもうとにかく圧縮弱いんで、まあエンジンそのものがちょっともう寿命かなというふうに思います。であとは今度は仮刃の方ですね。仮刃の方です。仮刃の方はこれがちょっと悪い例中が悪いんですけど、このようにボルトですね、ボルトがカバーから出てしまっているんですね。そうすると地面にボルトが当たると、そのボルトが減っていて取れないとかいうことになるんで、このボルトのカバーです、刃を押さえ、これはこのボルトよりも出た状態になっとってほしいということですね。でこれがまあこう見てもらうと、ボルトがカバーの中に入っているということで、ボルトは減らないというふうになっています。取ってもらうときにはですね、ちょっと見えますかね、ここです。ここにこう、で、仮刃を固定できるんですね。はい。で、まあここは逆ネジと言いまして、まあ、左マスを締まる、から右マスを緩む、そういうふうなものになっております。でもう一つはまあこれだけの部分ですね。から踏んでいってもらうときはまず刃を下ですね。ホルダーを置いてもらって、仮刃を、まあほとんどの、まあ、チップソー、まあ、4枚刃いろいろありますけど、まあ、なんかマークがこう書いてあると。これをこう先にやってもらえれば、左こう回るんで、回った時に切れる方向になりますので、こっち方向につけてください。怪我すると危ないんで、最初緩めたように道具を入れてもらって、仮刃が動かないところを固定して締めてもらうというようにしてもらえればいいかと思います。あとはまあ、50時間から60時間ぐらいですね、使ってもらったら、ここへギアケースですね、このギアケースへグリスを差してもらうと、ここですね、ここですね、ここ差してもらうと、でまたこれを止めといてもらうと、あとはですね、こうよくあるのがこうこれですね、このチップが欠けてしまっとるんですね。でこういうふうなチップソーを使われるとですね、どうしてもこうバランスが崩れてきます。そうすると振動がよく出てくるんで、切れ味も落ちます。だからまあこういうふうになってしまったら、まあ早く交換してもらった方が良いかと思います。あとはですね、まあこういうところでこう緩みがないかなと、ちょっとこう締めてもらって、そこら辺いろいろとスクリューは、まあ、外から見えるところだけで結構ですので、まあ、緩んでないかなというようなところだけこう確認していただければ、まあ、前の方もあります。ガードですね、防護カバー、それからこの仮刃の固定してやると2箇所ありますので、ね、こういうところを行っていただければいいです。マフラーの掃除ですね。混合燃料なんで、どうしてもオイルが燃えやんので、
カーボン上がってくるんですね。これぐらいで。ガソリンとかでやるともうシリンダーが傷だらけになったってよくまたこういう外した時にはよくわかります。覚えてる部分ですね。ピストン、だからピストンですね。そこが傷がガソリンでいってしまうと皆縦に傷が入ってしまいますので、でマフラーとか詰まっている場合はですね、こういうまあカーボン溜まっておればもっともっと煙が出てきます。カーボン溜まっておればまあ5分10分ぐらいは背負っていただかないと、こう叩いていただいたらゴミが出ます。でカーボンをチェックできました。だからエンジン調子悪い場合には一回燃料を新しくしてもらうと、はい、そういうのも一つの判断中あれになりますので、簡単なエンジンのかけ方ですね、はい、まず燃料ですね、燃料を入れてもらいます。で燃料を入れてもらいます。でここにあるのがプライミングポンプですね。ポンプこれを数回押してもらうとこのように燃料が入ってきます。でここにチョークですね、冷えている時ですね、チョークをこの場合は回して押さえると、これでチョークですね。でスイッチはもうオンになっております。あとはもうスターターをちょっと引っ張ると硬いところがあるので、そこから勢いよく作業後ですね、その時はアイドリング状態でまあ30秒間ぐらい置いといていただいて、それから停止してください。そうすると作業したことでエンジンが加熱しております。で停止を押すとあともっと上がってきますんでエンジンに良くないということで
クールダウンですね。それしてから止めてください。はい、でエンジン温まっているときはですね、もうスターターを引っ張って。でかかりますよね。はい、簡単な点検としてはこれぐらいで良いかと思います。あと詳しいことにつきましては、またお近くの農業までお越しください。よろしくお願いいたします。